チャオ小昼巻です。本日3月22日、K1 ケーズフェスタ3、埼玉スーパーアリーナでコロナの問題もありましたが、なんとか開催しているようなので解説していきたいと思います。今日は初の試みとして、即時、YouTube に公開していきたいと思います。おそらく他の、試合動画も、アップされていますので、そちらもチェックしてください。そしてぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、久保選手対、ジョーダン・ピケオ選手の、試合の解説をしたいと思います。というのは、実は、昨日ですね、あの生中継で解説をしてたんですが、実はあの実況プラス解説ということで今一人で、まあ、話してるんですけども、あのあまりにも解説しかやったことがなかったので実況を踏まえてやってなく、後ほど僕が自分で映像を見たときにこれはちょっとひどいなと僕ながら思いまして、あの実況プラス、久保選手ジョーダン・ピケオの試合を改めて解説させていただきたいと思います。前回の動画見てくれた皆さんには申し訳ありません。今からまた久保選手ジョーダン・ピケオの試合の解説したいと思います。よろしくお願いします。早速久保選手の試合始まりました。ピケオ選手がプレッシャーを与えてますね。前蹴りを使いながら、蹴りを使いながら、ハイキックも使いながら前にじりじり出ています。今現状ピケオ選手がリングの真ん中を取ってますね。ただ久保選手は、距離を取りながらもしっかりと蹴りを特に右ミドル出してますね。今ピケオ選手が飛び膝、顔面膝、蹴りました。入ってはいないですが非常にいいタイミングでしたね。久保はそれでも、ミドルキックを蹴ってます。ピケオ選手はリングの真ん中、久保選手は距離を取りながらロープを背負っている。しかし、ピケオ選手が蹴った後もしっかりとインローを合わせたり、攻撃を返しています。今ローブローありました。今現在1分40秒です。久保選手はミドルキックいいですね。これ結構重いミドルキックですね。あのポイントだけのミドルってあるんですけども、これ重たいミドルしっかり蹴れてますね久保選手は。ピケはなんとか前出ようとパンチそして前蹴りを使ってますが、まだ攻めあぐねてる感じがしますね。久保選手がそれでもしっかり返してミドルキック、前蹴りそしてインローしっかり蹴ってますね。今右ストレートピケオ選手入りました。今コーナーを追い詰められています。しかし久保選手がまたミドルキック返します。そこからパンチ振り回してますね久保選手は。まあ、今回のおそらく久保選手の作戦は、ミドルキックでしっかりポイントを取っていくと、距離感を取りながらパンチをもらわずに、しっかりと蹴りを入れていく、そんな作戦に見えますね。組みつきました。組みついたけども久保選手が有利に、ピケオ選手が1回倒れましたね。リングの真ん中久保選手になりました。残り30秒です。ピケオ選手は前蹴りを使いながら、出ようとしてますが、なかなか距離が詰められてないですね。ハイキック蹴りましたがピケオ選手ブロックされてます。ラスト10秒です。ピケオ選手の顔がなかなか入れないなっていう顔してますね。で久保選手の表情を見るといい感じだっていう、そんな表情をしています。今1ラウンド目終わりました。ピケオ選手リングに戻ってますが、やっぱりちょっとよしという顔ではなく、ちょっと顔がやっぱり、結構やりづらかったなと、そんな顔してますね。今ピケオ選手の顔映ってますが、ちょっと悩んでる顔してますね。久保選手そしてピケオ選手どっちが今いい作戦、うまい作戦をやってきているかというと、久保選手が、しっかりと研究している感じがしますね。
パンチもほぼあのいいのもらってないですし、あのしっかりと今久保選手が画面に映ってますが、チームでしっかりとあの勝ちにいってる雰囲気が出ますね。やっぱ久保選手集中力がすごいあのいいですね。その集中力っていうのは、今の試合だけじゃなくて、なんかこう作戦をしっかり考えてきて作戦通りできてるなっていうその表情してます。2ラウンド目始まりました。2ラウンド目ピケオ選手がどういう作戦で来るかですね。1ラウンド目で悩んで顔してたので2ラウンド目変えてこないといけないと思うんですが、今リズムを上げてピケオ選手どんどん前に出てます。今前蹴りのローブローが入りましたね。一回休憩になります。あのピケオ選手は手も長いし足も長いんですよね。で久保選手は距離感の選手なんですけども、あの普段日本人と戦っている以上に距離があのリーチが長かったりすると迷うので、その辺久保選手は気をつけてあの試合運んでほしいですね。久保選手は非常に距離がいいですね。なぜ距離がいいかというと、蹴りが来てもしっかりと素手でかわしたり、かわせる距離感しっかり持ってますね。それでも右ストレートで入ってくるジョーダン・ピケオでも当たってないですね。ピケオ選手は右のストレート合わせようとどんどん前に出てます。しかし久保選手が右のストレートをしっかりかわしてますね。ピケオ選手リズム上げて前蹴りからどんどんプレッシャー与えているんですが、ミドルキックも蹴ってるんですが、攻撃のサイドは最後は久保選手でクリンチになって久保選手の方が優勢ですね。今サバ折り状態だったんですけども、選手っていうのはサバ折りされるとすごい嫌なんですよね。腰を持たれてサバ折りされると、まあルール上は違反なんですけども、あの一瞬崩さずに、体勢崩されるとものすごいですね。久保板選手リングの真ん中、しっかりミドル蹴って今度プレッシャー与えてますね。で、まあ、コーナー際で久保選手のボディ 1,2,3 発、そこからの上の右フック、これボディ効いてますね。ピケオ選手一瞬ボディ効いてきましたね。パンチなのか左のミドルなのかどちらかでちょっと動きが止まりました。ピケオ選手が前に出なくなりましたね。動き止まりましたね。ここで久保選手が出ればいいですね。さらにこれ出ればいいですね。リズム上げてピケオ選手は攻撃出しません。全然出してきませんね。今右ストレートようやく出してきましたが、間違いなくボディは効いてると思います。でピケオ今後どんどん出てきますね。残り30秒です。久保選手はピケオ選手の前蹴り、膝蹴り、そしてハイキック、そして右のストレート、これ相当練習してきたのか全て完封してますね。残りラスト15秒です。久保選手がリズミカルに乗ってリズム上げながら前蹴り、三日月蹴りに似たような前蹴りを出しながらミドル蹴って、今度パンチを合わせようとしている素振りも見せますね。で2ラウンド目終了です。ものすごい久保選手集中力がありながらあのしっかりとした目で全ての攻撃を見てますので、あの集中力でいうとピケオ選手よりも久保選手の方がこのラウンドはあのいい動きしてますね。あのこのラウンド、先ほどボディ効かせたので、パンチかミドルキックボディを今リプレイです。左ミドルを蹴ってもう一回蹴って、そこで効いたのかな、三日月かな、ちょっと三日月っぽい蹴りですね。それが一発肘の隙間に入ったのか、そこからボディを叩き込んでますが、やはり左の三日月っぽいですね。ボディをしっかり効きましたね。2ラウンド目久保選手が取ってると思います。残り3ラウンド目ですね。ここで、ピケオ選手おそらく出てくると思うんですが、しっかり距離感取りながら先ほど言った、前蹴り、膝蹴り、右ストレート、そしてハイキック、これをしっかり封じれば問題なく久保選手いけると思いますね。
でもピケオ選手パンチサウスポーになるのも振ってますね。どんどん前出てますね。ちょっと組みつきのパターンも、多いんですが、これ久保選手、ピケオ選手がどんどん前に出てパンチを出したところ、久保選手下がらずにパンチをかわす、そこで密着になる。そこからクリンチの数が多いですね。これはまあ仕方がないというか、まあ、ピケオ選手が前に出てパンチをかわされてそこから近づくのでクリンチの数が多くなってます。うん、久保選手の、集中力素晴らしいですね。うん、今ピケオ選手の前蹴りが入ってコーナー詰めてます。でなんとかハイキックを狙おうとしてますが、右ストレートもかわされてまたクリンチになりました。うん、右の前蹴り、そして久保選手のローキック。今1分ラスト40秒です。ラスト1分40秒、久保選手もナイス集中力で、ピケオ選手、手数を出してますがポイントは取れない状況でますね。とはいえどんどんプレッシャーを与えているのはピケオ選手です。またクリンチになりました。今クリンチで、久保選手が倒しました。ちょっと軽く注意を受けましたね久保選手。またクリンチになりましたね。これはピケオ選手がどんどん前に行く、それを久保選手も、下がらずに押し込んでいくのでクリンチになってます。それでもピケオ選手どんどん前出ますね。常にリングの真ん中取っているのはピケオ選手です。ただ打ち終わった後のカウンター、パンチが来てもパンチを返す、蹴りが来ても蹴りを返すことによって久保選手はポイントを取らせませんね。ピケオ選手前蹴りからパンチ行くけどまたそれをかわしてクリンチです。ラスト30秒になりました。ピケオ選手右のストレートからパンチ打ってますがまたかわされてクリンチになります。そしてまた、サバ折りになりました。タイムストップかかりました。今2回目のサバ折りになっているのでおそらくここで今注意かな、警告ですね。警告を与えられてます。残り20秒です。さあここでピケオ選手、久保選手どう出るかですけど、ピケオ選手がハイキック前蹴り、ピケオ選手の飛び膝、ミスパンチ、ストレートパンチで攻めてる。残りの20秒はピケオ選手が取りましたね。残りの20秒、警告を受けてからの残りの20秒はピケオ選手が、手数ともに、取ったと思います。ただ全体的に3ラウンドを見た時点では、まあ、ピケオもしくは引き分けかなとは思いますね。うん、右ストレートもリプレイです。右ストレート一発入ってますね。そこからクリンチに行ってるのは久保選手です。飛び膝、これもしっかり久保選手かわしてます。久保選手やっぱり目がいいというかしっかりとダッキングが右も左もできてますね。頭の移動が今判定になりました。30対29、赤コーナーの久保選手です。ピケオ選手のセコンドには会長がついてないですね。マイクス会長が2人目も、久保選手に上がってます。そして3人目も久保選手に上がっていますので久保選手の勝利です。まあ、おそらく2ラウンド目にボディ引かせてそれが印象的だったのかなと。まあ、3ラウンド目にラスト20秒はピケオ選手が出たんですが、まあ、結果2ラウンド目ボディ引かせて取った。そうですね、まあ、ギリギリ確かに、まあ、延長いってもいいかなっていう試合でもありましたが、最後2ラウンド目ピケオがボディを引かされて1回止まったところが勝因だったんじゃないでしょうか。まあ、これ延長を見ても面白かったと思いますが、まあ、久保選手、まあ、ギリギリの試合、見事集中して勝ったので、久保選手、素晴らしい試合でした。
そうですね、やはり久保選手はディフェンスがすごいうまいですね。あのパンチにしても飛び膝にしても、あの全て頭のダッキングでかわしてますし、まあ、その後ダッキングかわして、まあ、お互いクリンチになってしまう、まあ、そこは僕もあのクリンチよくなったんで、まあ、あの気持ちは分かりますが、あのお互い引かない気持ちになるとそうなってしまうのがあるんですが、まあ、見事久保選手、まあ、総評を言いますと、久保選手がしっかりパンチをかわして2ラウンド目に、ボディでダメージ与えて、それが判定に響いたと思います。久保選手おめでとうございました。そしてピケオ選手、過去にあのオランダで一緒に練習して、その練習風景をまあ僕は見てたんですけども、あのヘビー級だったり、あの全階級ともスパーリングするすごい強い選手なので、これからもまた日本での試合楽しみにしています。以上です、ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。